慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科では、さまざまなプロジェクトが進められています。その一つ、リアリティメディアプロジェクトのリビングラボ東京では、コンピュータと生活空間の相互作用について研究が行われています。今、人にとってコンピューターはなくてはならないものになっていますが、人がそのコンピューターをいろいろと勉強して使うのではなくて、我々が普段使っている手足や道具のように自由に自在に使いこなす、そういうことを可能とするための研究を行っております。分野としましてはいろいろと世界で研究されている分野としまして、コンピューターヒューマンインタラクションという人とコンピューターとの間の関係性、人がコンピューターをどう使いやすくするかという研究がいろいろと行われてきました。リビングラボ東京では、日常空間でコンピュータを意識せずに使用するデバイスに重点を置いています。その一つとしてクッションを使用したデバイスの開発があります。ふわふわという研究を行っておりまして、その名前の通り、柔らかいクッションの形をしたクッション型のセンサーとなっております。で、我々が普段座っている、例えば座布団とか、ソファーとか、我々の生活空間で非常に柔らかいもので囲まれています。で、そういう柔らかいものの柔らかさを損なうことなく、その内側に光学式のセンサー、非常に安価なんですけれども、それをいくつか入れてあげることで、どこの部分にどのぐらいの力がかかっているか、そういうことを検出することができるようになります。で、例えばそれをソファーに組み込みますと、どの部分に誰が座っているかとか、もしくはその座っているのか横になっているのかと、そういったことを簡単に検出できるようになります。で、場合によってはそのソファーに座って、こういう例えば体の上半身の動きを使って何かテレビの画面をコントロールしたりとか、ゲームをプレイしたりというようなこともできるようになると思います。ふわふわはクッションと光学センサーを組み合わせることで、スイッチやコントローラーとして使用でき、さまざまなことに応用が可能です。また絨毯をメッセージや情報などを伝えるディスプレイとして使用できるグラフティファーを開発しています。これはグラフィティファーと言われる研究なんですけれども、このように絨毯のような布があるんですけれども、その上で例えばこれをこういうロボットのブラシをさーっと動かしていくことで、例えば今これは猫のキャラクターを印刷してるんですけれども、このようにパッと文字やメッセージやこういう絵というのを絨毯に書いてあげることができて、そしてまたそれを手で簡単に消すと、そういうことを可能としています。グラフティファーは入力されたデータをもとに、小型の爪が絨毯を毛羽立たせてメッセージを転写します。入力方法は文字や写真、タブレットへ手書きしたデータが可能で、誰でも簡単に扱うことができます。我々こちらの場所をリビングラボ東京というふうに呼んでいるんですけれども、これはどういう意味かと申します。こういうまさにそのリビングである生活空間、そこにおいてさまざまな実験を行っていくと、もしくはそこで便利になるようなものを作っていくというのもあるんですけれども、その扱っている素材自体、扱っている研究対象自体が、研究者が自分たちで勝手に作るのではなくて、一般の方々やもしくはその企業の方々とみんなでこの場所に集って、でいろいろと未来について議論しながら、何を作るかからいろいろと考えていく、そういう場としてこのリビングラボというところを使っていきたいというふうに思っています。